時折テクニカルエリアで指示を送っています。さあ後半が始まりました。カタールのキックオフ、隅から長いボールが前線に放り込まれて、そのボールセカンドボールを渡辺シュート、ロングレンジ。さあボールは白のユニフォームハジアーノが取って前線にロングフィードを送っていった。さあ2トップの木山と小林が前にいる。左サイドからファジアーノがファーサイド、そこにパンチング、中弾いてシュート、右に外れました。一瞬ヒヤッとしました。このロングボール、クロスボールをよく弾きました中川です。川原修吾の最後はシュート。中田、中田、オーバーラップ、いいですね、ボールを返した。長富が折り返していって朝日、惜しい、朝日大輔あとワンステップ。アウトサイドで渡辺誠へ、渡辺ドリブルして中央に切れ込んでいく。長山和也が前を向く。長山ミドルレンジ、さあバイタルエリア、長富ですが左には上園、その上園が前を向く、クロスが入った、リトス、これでしょ、ゴール入った、オウンゴールですね、オウンゴールだ、オウンゴール。長谷川を映していますが、これはおそらく岡山の選手ではないですかね。そうですね、頭に当たってましたからね。そうですね、はい、長谷川が詰めていったところ、カタール先制です。上田のこのアーリークロスがやはり岡山の選手、先ほどの先制シーン、ただあそこ長谷川選手もね、やっぱり行ってるんですよね、その関高道交代のようです。関高道、ピッチを駆け巡ったベテランですが、関のいとこはタレントの小倉優子さんです。優子凛とね、いとこということなんですよ、関に代わって瀬能が入っています。ファジアーノ、同点でも負けでも J の舞台は縮まります。さあおっと、エリア内粘っているが、これ笛が垂れました。カタールボールです。よく粘りました、キーパー中川のキック。さあカタールボールですが、また笛です、今倒れています。カタール、長富か、長富です。どうしか、ちょっと着地した際、腕ですかね、ちょっと長富に代わって石田秀幸が入りました。さあ石田選手、木山康平、そして川原修吾、木山が蹴った、柔らかいボール、ヘディングでクリアした。さあクリアボールに石田秀幸が反応した。まだ折り返していってヘディングの応戦になっていますが、この辺りセカンドボールは岡山か。川原がボールを送って、まだ岡山ボールですが、スリッピーなピッチ、上園、ワンタッチで左に、いいですね、いい展開ですよ。さあ中根大平、ちょっとスリッピーか、しかし自らボールを抑える。さあゴール前に石田、まだある、ボールをキープした上園から、さらに右サイド、朝日大輔、どうする、朝日折り返していけるか、混戦、コーナーですかね、コーナーキックのチャンス。上園蹴った、ファーサイド、ヘディングシュート、入りますよ、ハマド止めています。またハマドです。あ、惜しいですね。さあこちらリプレイです。うまく弧を描いて、高いですね、木山蹴った、左足ニアサイド、危ない、まだボールが生きている、シュート、入りましたか、当たってしまった、ファジアーノ同点ゴール。後半の17分です、ファジアーノ同点ゴール、5番の木村正彦、ここはニアのちょっとカタールの選手に当たってるんですね。そうですね、1対1の同点になりました。それは認められませんでした。さあチャンスがある、ふわっと動かしたループシュート、朝日大輔。さあファジアーノがカタール陣内、瀬能にボールを回した、瀬能が右のコーナーエリアゾーン、クロスボールが入った、ここは危ない、さあ片手守れ、守った、さらにボールを送っていく、
ゴールキーパー中川に任せる。今シーズンは15ゴール。石田、ああいいですよ。長谷川、ダメだ。オフサイドだ。セカンドボールはどうだ。しかしセカンドボール岡山です。瀬能が走る。瀬能が受けてドリブル、そしてそのボールを追っていく。クロスが入った。クリア包み。しかしセカンドボールが岡山、ね、シュート。クロスバーの上、危ないところ。そうですね、ちょっとクリア、ちょっと小さかったんですよね。そうですね。包みの左から右が白いユニフォームのハジアーノ。カターレはフォーバック戻っている。おっとオフサイドはないぞ。危ない。どうする。ちょっと流れた。カターレ救われた。まだしかしここは集中したいところ。ちょっとマークがずれました。ファジアーノ岡山、川原修吾、ケリングでクリア。クリアボールサイド、ファジアーノ岡山、白いユニフォームだ。川原がボールをキープして裏を狙っていった。裏を取られた。クロスが入っていくが、キーパー中川出る。クリア、ちょっとクリアまた小さい。川原修吾がドリブルしてクロスが入った。危ない。ゴールライン割りました。ゴールキックになります。流通経済大学対ガイナイル鳥取、試合経過入りまして1対0で流経大が1点を先制しています。どうという時間帯です。長谷川、石田秀幸が飛び取ろう。そして朝日大輔、ゴール前には大きく手を挙げて石田秀幸が待っている。朝日大輔から、そしてここシュート。壁に当たりました。クリック出身です。今日のスターティングメンバーではアローズ北陸5人、 YKKP6 人というスターティングメンバーでした。キャプテン浜野がしっかりマークしている。そして体を入れてクリアした。高く舞い上がったボール、ここも取りたいところ。危ない。さあまだある。ファジアーノがチャンスを迎えている。カターレのバイタルエリア。しかしカターレ守備に行っている。ここは混戦だ。シュート。危ない。クリアした。まだクリア中途半端。シュート。また川原。しかし、そしてこの後ですよ。上園が蹴ります。蹴った。ファーサイドへヘディングシュート。わずかに外れた。琉球大が追加点です。2対0とガイナーレ鳥取を2点リードしています。そしてワンタッチして、あ、面白いですね。おー、メタリリア、いいですよ。さあチャンス。クロスボールが入っていった。しかしクリアされた。まだある。朝日、左には西野、いや中田洋平、その中田洋平がクロスが入った。ニアサイド、クリアした。浜野が強いプレッシャーを与える。アドバンテージを岡山に見ている。岡山のチャンス。さあそのボール、木山康平、木山です。木山が一旦下げて、そのボールリターン、ワンツーで瀬能。瀬能がシュート。浮き上がっていった。このシーン、この瀬能の左足の折り返しのシュート、大きく浮き上がりました。ファジアーノ、24番の岡山に代わってご覧の20番の武田秀明が入りました。武田秀明、フォワードの選手、攻撃の前守備に対カタール富山。さあここはうまく寸断しました。そしてこぼれ球に長谷川が反応して、ゴール前には中一枚しかないですね。いいじゃないですか。あーどうだ。上園がいた。ゴールキーパーのコールパーサブとして試合の流れを変えてくれました。16番影山健二、そして15番は今シーズン12ゴールの石田秀幸。まもなくロスタイム、ロスタイムは3分あります。カターレのボールになった。そして裏を狙って、今度は長谷川。長谷川どうだ。シュート。ダメだ。長谷川のシュート。さあその渡辺からのスルーパス、長谷川、よく見たんですけどね。神様に代わって金明妃。カターレは逆に長身のディフェンダーを入れてきました。セットプレーからのヘディングシュートはまさに魂のヘディングシュート。もうワンチャンスあるんじゃないですか。行ったカターレ。長谷川がマイナスのクロス、石田秀幸が前に待っている。石田が手を挙げている。ちょっと合わない。合わなかったですね。 J リーグ昇格の使命を受けました。ソワ監督、カバリング、さあパンチング、カバリングですよ。ファールですがカターレボール。ソワ監督のもとカターレ富山29人の選手、そして12番目の選手はサポーター、サポーターともにカターレ富山、今試合終了のホイッスル、1対1引き分けましたが、カターレ富山見事に J リーグ昇格を決定。1対1の同点です。今ピッチ上歓喜のはファジアーノ岡山ですが、これはガイナーレ鳥取、流通経済大学に苦戦というニュースが入っています。カターレとともに熱戦を演じたファジアーノ岡山、
来シーズンからは共に J2 の舞台に上がるんでしょうか。